京都府道、大阪府道67号最強高槻線は、京都府京都市西京区から大阪府高槻市に至る府道である。本堂の標識高槻市真上町一丁目で、撮影京都市西京区の国道9号、千代原口交差点から、旧西国街道に沿う形で、お得に地域の中心部を縫うように南下し、三島郡を経て、高槻市の大阪府道6号平方亀岡線。 その町交差点に至る約2 0キロメートルの主要地方道である。京都副区間では比較的整備されており、ほぼ全区間にわたりに車線以上が確保されているのに、対し大阪副区間では境愛区間が大半を占めており、高槻市中心部を除くとに車線未満の区間が続く、道となる。また、向こう市一文京交差点から長岡京市西の京付近へと至る視線が、 分岐しており都市計画道路外環乗線として整備が進められている。上河原交差点京都府道203号、清水西向こう停車乗線との重複区間。交差点により、奥は京都府道205号中山向線も加わり、三重副区間となる。府道67号線、マンションが立ち並ぶ。京都府京都市京都府向市京都府長岡京市。 京都府おとくに群山崎町大阪府三島郡、島本町大阪府高槻市。ありがとうございます。